次はお二方からちょっと似たような質問なんですが、ズーズーさんという方が、スマナサーラ長老ご自身が一目置いている、この人はブッダの教えを正確に伝道しているなと考えている現在ご存命のビクはいらっしゃいますか、国籍は問いませんというのと、バーガバートさんという方ですかね、うん、頭の混乱を避けるためスマナサーラ長老様以外の説法を聞かないようにしていますが、YouTube でアチャン・ブラーンというアチャンチャー長老のお弟子さん方の説法をよく聞いています、結局聞いてるんですね、このお坊様はどう思われるでしょうか。またこのお坊様はすごいお坊様だ、説法を聞いても大丈夫だと自分で判断できる基準はありますか、自己判断できる基準はありますか。これっていうのは難しいんですね。私も基本的に真面目なお坊さんだったら、この例えばこのアメリカのテレビエンジェリストみたいな説法して金儲けようと思ってないならば、素直にブッダの教えを教えたと思うならば誰だって信頼できますよ。問題はブッダの教えはこの海のように宇宙のように広いことだから、一人一人にどれぐらい把握できるのかっていうことなんですね。だから私はネットで調べるともうとんでもないだらしない人々もいるし、もうすごいお坊さんだなと思う人々もいるんですね。でもずっと話聞いてるとやっぱり自分自分のフォーマット、フレームワークがあって、それに合う教えしか語れないんですね。だからしょうがないでしょ。人間の能力範囲っていうのは狭いもんだから、そちらから自分が理解したものを人々に教える。アチャン・ブラフマにしたっても同じことで、できるだけ冗談から口をいろいろ言って現代人に喋ろうと。だからあれはまるっきり現代人に適した仏教バージョンで、完璧っていうよりはそれでそれ本人は自分の能力を持って一生懸命頑張っている、真面目に頑張ってますよ、ブランドさん。結構たくさん人気者で、信者さんは相当たくさんいるし、どうしますかね。やっぱり聞いてる人々はずっとありますよ。お釈迦様もお釈迦様からじきじき話を聞く場合でも、あなたは自ら判断しなさいと、鵜呑みにするなよと。だからそれは弟子たちから話聞いちゃうと当たり前の条件でしょ。それだけ守ってください。もしこれは架空の物語で、あなたにブッダにじきじきタイムキャプシル登って架空に戻ってブッダに会うチャンスがあったと、その時じきじきブッダから説法を聞いても判断するのは自己責任なんですね。ですから例えばダライ・ラマさんのお話も私は結構聞きましょう。で、私の個人的な判断でダライ・ラマ人はね、個人がすごい立派な人、これは問題ない。しかし政治家ですから、政治家でお坊さんでもありますから、やっぱり人々に適当に何の問題も混乱も起きないようにしゃべる、気をつけてしゃべるんですね。それでダライ・ラマさんの話聞いているのは全て仏教と
わけじゃないんですね。キリスト教の人々も、無神教の人々も、イスラム教の人々も、いろんな人々の話を聞いている。だからダライラマさんが誰も聞いて楽しく喜んで笑って終わるようにと計算するんですね。だからダライラマさんからじけじけゲダスリタスロシエは入ってこないんです。だからダライラマさんが悪い人間とは言えないんです。そうやっていろいろ方々にいろいろ条件っていうかね、まああるんでしょう。だからあくまでも自己責任、自分で判断しなさいっていうことになるんです。だから私はダライラマさんがチベット仏教だから、私はテーラワード仏教だから、あの人の話は聞きませんではないんで、聞いてますよ、聞いてます、聞いて勉強にもなりますよ。例えば人、多宗教のいろんな信仰たくさんある世界で問題起こさず平和でどう喋るのかと、みんな喜んでもらうためにどう喋るのかと、結構勉強になります。真似はできんだけど勉強になります。ですからまあ相手が喋る人がね、説法する人は真剣真面目ですか、いわゆる本気で喋ってるのかだけポイントで、なんか人気を得てちょっと人気者になりたがってるのか、そこら辺ちょっと自分で判断してください。この坊さんがなんかちょっと人気者になりたがってるんだと思ったら、かなり頼りにならない説法になっちゃうんです。もう腹が立つ話しても、相手が真剣だったら役に立つ内容はたくさんあります。時々ブッダの説法を聞くと、もう本当に腹が立って、なんだこれだって思うとこポイントもあるんです。だってもうすごい我々の心の汚れに直接アクセスして喋る場合ありますからね。だからまあプリーチャー、喋る人がオナシティというかね、チェックドオナシティオブドプリーチャーで、どれぐらい真剣でしょうかと喋る人のそれを調べる。しかし繰り返して判断することが自分の責任ですね。あんまり影響力は受けないでください。影響力っていうのは、この脳の中にあるこのデシジョンメイキング、判断する力、ちょっと汚染するんですね。自由に判断する力が、すごい影響力あると、この人の名刺を取っている、この人は博士号2個持っているとかね、という思っちゃうと、例えばこの人はローマ教皇様ですよとか言っちゃうと、それ影響力でしょ。そうすると自分自身の脳みそ持っている判断能力、それによってちょっと偏ってしまうんですね。だから我々生の肉体持ってる人間だから、そこを気をつけてください。とにかく、You have to decide yourself ということをね。Decision is your responsibility. Your responsibility って。判断するのは私個人の責任であるということを覚えておけば、仏教の話だけではなくて、キリスト教の話もイスラム教の話も、何でも聞く自由があなたに現れます。はい、はい、ありがとうございます。